札幌貨物ターミナル駅。札幌貨物ターミナル駅は、北海道札幌市白石区流通センター3-1-48にある、日本貨物鉄道 JR 貨物の貨物駅である。札幌県の鉄道貨物輸送の拠点で、コンテナ貨物取扱量が、東京貨物ターミナル駅に次いで、日本で2位の駅である。開業時は新札幌駅を名乗っていたが、1973年に、 その名を新設の新札幌駅に譲り、札幌貨物ターミナル駅に改称した。JR 貨物の貨車の一部も所属しており、所属貨車には、道民が記されている。駅構内は、函館本線、千歳線の福々線の南側に広がる。函館本線の白石駅や津別駅間、千歳線の新札幌駅白石駅間に位置する。 太平洋戦争後の日本国有鉄道、国鉄は札幌県の貨物取扱いを総園駅、苗保駅、東札幌駅の3駅に分散して行う体制をとっていたが札幌市の急激な人口増により貨物取扱い量が増加したため新規貨物駅の設置を決定した。新駅設置は札幌市による流通センターの開発計画と連動していた。 また、かつては、貨物支線の終端であったが、圧別、千歳通路線の開通に伴い、本線上の駅の扱いとなった。駅は、函館本線、千歳線の南側を通る、貨物線上にある。貨物線は、駅西方の白石駅構内で分岐し、本線、福福線の南側に沿って通進し、札幌貨物ターミナル駅の着発線群に至っている。 着発線群は南北二つに分かれ、南側に四本、北側に五本付設されている。着発線群の北側には、仕分け線群が広がり、東側にはコンテナホーム、工実が広がっている。コンテナホーム東端付近で、千歳線の本線は高架線となり、函館本線の上り本線をまたいでいる。駅の着発線群に接続する単線の貨物線、千歳通路線も、 同様に高架線となり、厚別川を渡る手前で、千歳線の下り本線、札幌方面線に合流する。厚別川を渡った先には、上り本線に合流するための片渡り線が設置されている。片渡り線から次の新札幌駅までは 1km ほどの距離がある。駅の着発線群と函館本線厚別駅を結ぶ線路、厚別通路線も単線であり、こちらは、 発別駅構内で、函館本線に合流している、道東本州方面への便は、千歳線下り本線と、旭川方面への便は、函館本線上り線とそれぞれ平面交差。連絡線、着発線を含め、当駅構内は、すべて非電化である。コンテナホームが6面あり、南北に並んでいる。南北の両端のみ端式ホームで、残る4面は、 島式ホームである。なお、最も南側のホームのみ上屋付きの混載貨物ホームとなっている。コンテナ200線は10本あり、すべて前日の南側の着発線群に接続している。また、北側から数えて2番目と3番目のホームの間の線路はホームの終端のさらに東側に向かっており、日本オイルターミナル札幌営業所の側線となっている。 そのうち2本の路線が石油積み下ろし線となっており、タンク車用二役設備が設置されている。最も北側のホームの北を通り抜けた日本オイルターミナル線の北側には札幌機関区の貨車研修庫、研修線がある。研修線は南北両方の着発線群から侵入可能。混載貨物ホームに接して二階建ての駅舎がある。また物流施設の F プラザ札幌が駅構内にあり、北役と北海安田倉庫が利用している。入れ替え作業用に HD300 系ハイブリッド機関車が常駐している。また、かつて電気機関車を使用していたため、白石駅側の河川、河川柱が撤去されずに存在している。実際、当駅と旭川駅間などで電気機関車牽引による貨物列車が運行されていたため、なお、 厚別駅方面側にも、かつて河川が張られていたが、現在は、河川柱のみが残っている。札幌貨物ターミナル駅は、コンテナ貨物とシャー貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は、JR 規格の12フィートコンテナ、20フィート30フィート大型コンテナ、ISO 規格の海上コンテナを取り扱う。主な取扱い品目は、 発送貨物が農産物、混載貨物、宅配便など、ビール、乳製品、木材製品など、到着貨物が本や混載貨物となっている。また、駅における産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱許可を得ており、これらを積んだコンテナも取り扱っている。現在定期車扱い貨物は廃止されたが、2014年5月29日、 到着分まで本和西駅、新日本石油生成室ン製油所を起点とする発送分が、駅構内にある日本オイルターミナル、札幌営業所向けの石油製品、ガソンなどの到着便を取り扱っていた。2014年3月15日現在、本州方面を発着する貨物列車が多く発着するほか、道北、道東地区へ向かう貨物列車が発着する。 当駅を発着する全列車が、当駅を起点、または終点としている、当駅札幌おたるくっちゃんおしゃまんべかんは、帰貨物列車の設定、運行なし。駅は、厚別川の西岸にある。一帯は流通センターという札幌最大の倉庫街で、札幌団地倉庫をはじめとする倉庫群が、駅の南側両岸に広がる。駅の北には、 函館本線と千歳線が通る。駅をまたぐ橋に、道路自動車道の白石高架橋と平和駅に付属する、形の柏山人道橋がある。昭和60年版私有化車番号表、トワイライトゾーンマニュアル13レコッパブリッシング、2004年。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。